様々な笠歌川広重名所浮世絵揃いもの東海道53時の内四日市三重川二人の旅人が描かれているが、右にいる身の傘の男は風に逆らって歩き、左の男は強風で飛ばされた傘を慌てて追いかけている。傘は被り物の一種。雨や雪、直射日光などが当たらないように頭にこむる道具で外出の際に顔を隠すのに用いることもある。 東アジア及び東南アジアで古くから広く用いられている。傘と区別する意をもって被り傘とも言う。助数詞は蓋、傘、頭、倍。本校では被り物の傘を主として解説し、その後に傘門などについて解説する。傘の材質はひのき板、竹、いぐさ、菅製で塗り傘はひのきや杉の板材を薄く剥いだ。 ヘギ板に和紙を貼って、漆を塗って作成したもので、平安時代末期には主に老女が使用し、江戸時代初期には若い女性が使用した。一方、神傘は竹で網漁を組んで和紙を貼り、墨で染めて柿渋を塗って作成したものである。葉や飛来する矢などから身を守る防具であり、手に持って盾として使用することもあった。また、それとは別に、戦国時代から足軽、 造標などの農民運兵に対応、支給されていた、防具、大用兜。はじめは、にしめた比較の裏側に、筋金と呼ばれる、単鉄製の骨盤を渡し漆をかけたガ傘を使っていたが、鉄砲普及後に総単鉄製のものにとって変わられた。単鉄製板を切り抜き、傘状に成形して防水用に漆をかけるだけの工程のため、通常の兜を作るよりも、 はるかに手間と費用がかからない。装着時には通常休暇とクッションとして手ぬぐいなどの布を折りたたんで頭との間に敷いた。また日よけ、雨風よけや虫よけ、首筋への矢よけに垂れ布を潮長さの虫の死で衣のように視界のある前方以外に垂らすこともあった。具足剣術と呼ばれる鎧を着込んで行う剣術の一部には手立てとして使われる使用法も残っている。 海国兵団には、牛皮を用いて、傘の形にして、手の甲、手首を守る、形の手立てとして、牛皮立ての記述、絵図があり、オランダ、中国が用いた戦法として紹介されている。防具のほか、野営での調理の際には、よく洗った、単鉄成人傘を大鍋として用い、味噌玉を溶かして、芋柄縄など食材を入れ、3から4人分の人中食を用意するといった。 使われ方もした。江戸時代後期の豪換作者、竜帝種彦は、追筆竜帝筆記の中で豊富な引用文献を付しながら、種々の傘を解説している。あじろ傘をこむる卓発像、卓発傘としてのあじろ傘。変の傘としてのあじろ傘し女傘阿波踊りの鳥追い、傘越中おわら節の鳥追い傘人傘一文字傘、歌川国貞の浮世美人が、 江戸名所百人美女青い坂一文字傘、時代祭で大名行列の侍に憤する人々。にら山傘、時代祭で幕末の幕府軍の方兵に憤する人。遠筒系、不可変な虚無僧傘を被った虚無僧これは明治時代後期の手彩式絵はがきであるが人力者不は万重傘を被っている。家門としての被り傘は傘と言い,い、傘門とも言う。 現代でも地賃祭で見られるように、天井から神を迎えるにあたって正常な神域を生み出すべく、四方に竹を立てる儀礼があり、これに由来して、神職の間で、傘門が普及していった。一害、傘、一害、傘ともいう基本図案の傘をはじめとして、二害、傘、二階傘、三害、傘、三階傘、三つ寄せ傘、頭合わせ三つ、傘、 5つ、潮長さ、竹部傘、神宮傘、丸に傘、丸に神傘、丸に切り竹笹に傘、丸に変わり切り竹笹に,傘,に,傘,に傘、中林にふさつき、傘、中林にふさつき二回傘、中林にふさつき二回傘,傘、他、種類は多い。ありがとうございます。